先ほど小池百合子がですね当選確実というふうに出まして都知事選終了いたしました。まあ、開始からわずか2秒ということで、まあ、本当にねもう今となっては言う言葉はないんですけれども、小池百合子さんにはですね自分のね役割を果たしていただきたい、都知事として果たすべき役割を果たしていただければと思います。今回ですね桜井最後の選挙ということで大勢の方に、ご協力をいただきました。まあ、桜井がねこう移動する際には、運転手となってくれた方、あるいは地道にポスター貼りにね専念してくれた方、あるいは事務方で、こう一生懸命ですね日本第一党の事務方で頑張ってくれた方、それぞれの人たちが協力し合って初めてですね選挙というのは成り立ちます。まあ、本当にですねこういった人たちの協力でここまで来れたんだなという形です。最終日もそうですけれども、若い人たちに桜井に言いたかったこと、桜井が伝えたかったことが少しでも伝われば、まあやった甲斐はあったんじゃないかなと思います。まあ本当にね、皆さん、まあ、結果は残念な結果には終わりました。2秒で決着がついてしまいましたのでね敗戦を認めざるを得ません。まあ、これは、ね、責任は全て桜井にございますので、本当にね桜井を信じてね票を入れてくる皆さんにはですね、これからもですね桜井懸命に頑張ってですねやっていこうと思います。ちょっとね休みをいただいて、それからですね新しいですね人材教育というかねそういうのを進めていこうと思っております。